インスパイロン11-3000を買う前に懸念していた点、その2、液晶の品質です。店頭で試してみた時に、確かにね、相当安物の液晶だなっていう感じはあったんですよ。感覚的に言うと、2008年のネットブックブームの頃の液晶という感じですね。今時これほど安物感丸出しの液晶はなかなか見かけないっすよ。で、具体的にはですね、液晶の明るさが足りないです。室内で使う分にはいいんだけれども、屋外とか窓際の明るい場所で使用する場合、明るさが足りなくなってしまう可能性高いですね。まだ試してないんですけど。で、その2、コントラストが低いと。なので、細かい文字が見にくいですね。例えばゴシックだとそれほど見にくくはないのに、明朝体にすると急に白つぶれしてしまい、文字が読みにくくなる、みたいなことが起こります。これサンプルなんだけど、あんまりいいサンプルじゃないんだよな。これどっちとも11ポイントなんだけど、こっちが MS ゴシックで、こっちが MS 明朝ね。こういうふうに線の太さが違うのは当然なんですが、こういうふうに線が細くなってしまうと、コントラストが低いんで、バックの白にね、負けちゃうんですよ。やっぱり見にくくなっちゃうなっていうのはあるんですよね。これ11ポイントでしょ？10ポイント、9ポイント、8ポイント、7ポイントと。これだと違いが分かりにくいかもしれないんだけれども、ここの横からピコーンって Facebook の通知の窓とか出てきますけれども、それが非常に読みにくかったりするんだよね。テストチャートで比べてみますか。これスマホの液晶ね。今時の IPS 液晶。大きさを揃えて、こんな感じかな。こんな感じですかね。これで比べると、これで比べるとそんなに悪くはないんだけれどね。こんな感じですよと。あと3点目。視野角が狭いと。とは言っても、それほどこれは問題ないと思いましたね。視野角の点で言えば、ネットブック時代の液晶よりはだいぶ広くなっている感じしますね。視野角はこんな感じです。こんな感じ。で、上。価格コムでも液晶がダメだっていう趣旨のコメントは多くてですね、確かに同感ですわ。そういうこともあって、最初の2、3日ぐらいは目が疲れるなっていう感じは確かにあったんですけど、ただしこれはね、液晶自体の問題もありますが、自分の作業環境のセットアップをしていたせいだというのも大きいと思います。非常に細かい作業の連続なので、もともと目を酷使しますからね。それで疲れを感じたのではないかと。実際それが終われば気にならなくなりましたね。とは言っても、長期的な仕様を考えれば目にとっていいはずないんで、パフォーマンスの面から考えても、あくまでサブマシンという扱いの方がいいでしょうね。もし次期モデルがあるとすれば、真っ先に改善してほしいのは液晶ですね、と思いました。